市内のタクシー会社が水素で走る燃料電池自動車を導入し、品川市長が試乗しました。今月14日から貸し切りハイヤーとして運行を始めたのはトヨタのミライで、県内のタクシー会社では初めての導入です。郡山観光交通ではこの車を県内の水素関連施設を巡るツアーや小中高校の環境学習などにも活用することにしています。我々は交通事業者なので、この交通事業という中でその社会貢献、この車を導入して多くの人にこの水素の魅力を感じることができることが、やっぱり企業としてのやるべきことだなということに確信を持ったので導入をさせていただきました。品川市長は乗り心地は非常に重厚で安心して乗っていられると感想を話していました。この会社ではさらにミライを4台導入し、今年度中にタクシーとして営業を始める予定です。ふれあい体験農園が開かれ、参加者が自分たちで植え付けたさつまいもを収穫しました。ふれあい体験農園は農作物の収穫体験を通して食べ物や農業への理解を深めてもらおうと1年を通して開かれています。この日参加者が収穫したのは今年6月に自分たちで植え付けたさつまいもです。雨の中での作業で少し苦戦しましたが、大きく育ったさつまいもを手にして喜んでいました。楽しいかった。お芋がでかいです。そんなの子供と二人でやるの初めてなので、ちょっと楽しみにしてた部分があります。焼き芋やってスイートポテトかな。ふれあい体験農園は来年度も開かれる予定です。詳しくは郡山市園芸振興センターにお問い合わせください。農業のデジタル化に向け、農業委員などを対象にしたタブレット端末の操作研修会が開かれました。研修会には農地に関する業務を担当する農業委員など41人が参加しました。タブレット端末の導入は資料などの電子化や情報伝達のスピードアップなど農業のデジタル化が目的です。これからですね、やっぱり、農業もですねデジタル化進めていかなくちゃいけませんので、率先してですねこういうタブレットとかを使ってですね、そういう農業 DX を推進していきたいなと思っております。このタブレットは一人に一台貸与され、補助事業の資料などを見ることができます。今後は農地の場所などを確認できるアプリも追加され、農地の集約化などに役立てられるということです。